さて毎月第3第4火曜日でお伝えしているはる大切のコーナーですが今朝もこのスタジオにはカメラを用意してラジオが見えるということになっていますラジオ放送終了後にはラジオ関西の動画配信コーナーまたは幸福神戸商品検査センターのホームページからもご覧いただけます今朝は商品検査センターの高畑信子さん中川義一さんにお話を伺いますおはようございますおはようございます まずは高畑さん、今日は何のお話でしょうかはい。今日は、えー、2つのオンラインイベントについてお知らせしたいと思います。はい。まず一つ目はですね、あの、2021年の商品検査の日の集いについてお知らせしたいと思います。毎年10月1日が 商品検査の日でしたね。そうですね。えっと、1967年え、昭和42年の10月1日に、コープ神戸が、えっと、全国の政協に先駆けて、商品検査室を開設したことにちなんで、2017年、 商品検査センターが50周年を迎えたときに商品検査の日を制定いたしました2017年から10月1日にですね組合の皆さんと、えっと、食と健康を考えることをテーマにですね商品検査の日の集いを開催しておりますはい去年はラジオ関西のスタジオからの 生配信ということでお届けしたんで,した、ね、です、ね。はい、ありがとうございます。五回目となる今年の商品検査の日の集いですが、どんな内容になるんでしょうか、はい。そうですね。今年はですね、10月1日の10時からえっと YouTube で、えー、オンライン配信する予定になっておりまして、約1時間の内容でお届けする予定になっております。はい、テーマですけども、昨年に引き続いてリスクコミュニ食のリスクコミュニケーションとする予定にしております。はい。10月1日の 朝10時からということですねリスクコミュニケーションっていうことは、まあ、この頃よく耳にする言葉ではあるんですけれども、はい、去年の,あの商品検査の日の集いでは、はい、堀口先生がね、はい、リスクコミュニケーションとはリスクについてみんなで意見交換をするコミュニケーションのことっていうふうに、はいはい おっっしゃってましたです、ね、そ,うそうですね、えっと、今ですね、えっと、ゲノム編集とかなどの、ね、新しいさまざまな食の技術が生まれている状況です、す、はい、今年はその食の新しい技術について、皆さんが疑問に思っていることとか、ですねリスクと感じていることを切り口に、講師の先生と,、えっと三上さんとの対話形式で分かりやすくお届けしたいというふうに思っております。はい また食、えっと、とか健康とかに関するメッセージも募集しておりますので、えっとえー、セミナーの参考にもさせていただきますのでぜひご応募いただきたいというふうにそして2つ目のオンラインイベントこれについいてて教えていただけますか、はいえー、9月19日の日曜日にコ、えープ神,神戸100周年記念健康づくりオンラインセミナーを 100周年にちなんで、約100分間、セミナーに登場されるのが、北京オリンピックのメダリストの朝原信治さん、はい、京都大学の近藤直樹先生、そしてシンガーソングライターの早瀬直樹さん、GPS ランナーの清水直樹さんですね。はいそうなんです、はい あの五輪メダリストやあの社会疫学の専門,専門家の方からですねさまざまな角度から健康づくりを学ぶという内容にする予定です。はいえー、コロナ禍の新しい時代を健康に生きる ヒントを満載の内容にする予定にしています。なるほど、はい。この2つのイベントの募集方法などは、はかる大切プロジェクトのホームページに掲載されているんですね。はい、はい、そうです、ね。はい、あの、コープ神戸の、はかる大切プロジェクトのホームページで詳細をご案内しております。はか、い、る大切で検索いただくのがよろしいかと思います。はい。 一つ目のイベントの商品検査の日の集いは事前の申し込みは必要ありません。またメッセージは9月1日から募集となります。メッセージをご応募いただいた方の中から抽選で50人の方に測る大切オリジナルの食品温度計をプレゼント予定しているという,う、ね、ことですね。はい。はい、これはい。わゆる何か 例えばハンバーグとか作った時に温度測ったりとか通信、ね、温度とか気になるところがありますので、はい、それを測る、えっと、温度計になります、ね、なるほど、はい、そして2つ目の100周年記念健康づくりオンラインセミナーへのご参加は事前の申し込みがいります、はい、専用のホームページからお申し込みをお願いいたします8月6日から9月12日までの募集となっています また当日のセミナーの中で発表したキーワードをアンケートでお答えいただいた方の中から抽選で100人の方に商品券のプレゼントを予定しているということで楽しみなイベントですね。はい、そうですね。はい,はい。ぜひ楽しみにしてください。この模様はラジオ関西の動画チャンネルまたはコープ神戸商品検査センターのホームページからご覧いただけます。 今朝は商品検査センターの高畑伸子さん、中川義和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。